被害者を訴えたい、YouTuber のりょうかんと申します。よろしくお願いします。今まさにこれが社会問題になっている、日本人が本当にかわいそうで、ただ日常生活を楽しんでいる、楽しみながら生活して運悪くさらわれてしまった拉致被害者たちが、今時間を犠牲にされて北朝鮮の国の中で時間を奪われてしまっています。そんな生命の危機に陥っている中、一刻も早く拉致被害者をゼロにしたい、一人でも多くの拉致被害者を救出したい、そんな思いで今日は演説させていただいております。私たちも北朝鮮という独立国家を許してはいけないと思います。日本という国の中でたまたま歩いてた人が生活する権利を奪われて、自由を奪われて束縛されてしまって、その後の生活する権利や命の左右前に思ってしまっている。北朝鮮では適切な飲食も与えているかどうかもわからないといった非常に命に関わる真剣な問題なんです。まさに国が問題にしている年金がもっと欲しい、社会保障を欲しい、そういった問題よりもはるかに先に考えるべきだと思います。もちろんその問題も大切なんですけれども、真っ先に考えるべき問題、それが北朝鮮の被害者を救出する問題だと思っています。これから北朝鮮に被害者されてしまった人たちを、一人一人の署名や一人一人の何気ない日常生活の雑談の中で交わしていくことによって、一人でも多くの人に声を届けて口コミで全体的に広げていくことによって、日本全体が北朝鮮に圧力をかけていくことによって、日本人の拉致被害者を救うことができると信じています。皆さんもぜひ一人一人の力をご協力いただければと思っております。よろしくお願いいたします。今子育て支援とか、飲食店の、運営の問題とか、コロナ禍の状況で大変お仕事も苦しんでいる方もいらっしゃると思いますが、前向きにポジティブに捉えて日本を明るく変えていくためには、北朝鮮社会に圧力をかけて、もっと行政や政府が一体となって考えるべき問題ではないでしょうか。今までないがしろにしてきた問題、見て見るふりをしてきて恥ずかしいとは思いませんか。もっともっと内閣政府がまさにこれから運営されていく菅官房長官さんとかが真剣に考えていくべき問題だと思います。見て見るふりをするんではなくて、他人事を自分事として受け入れていく姿勢で政治改革や北朝鮮の被害者を救出していただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。